あいつ学校が終わった途端に元気になるな。あいつテレビの見過ぎなんだよ。おい、ポイ捨てすんな。それよりさ、さやかが俺のこと好きっぽいんだよ。え、好きって言われたの？いや、あのさ、給食の時にさ、チンジャオロースのピーマンを一本一本全部俺にくれんだよ。それってお前ピーマンが嫌いなだけやん。それお前嫌われてるよ。入ったな。これでさ、クラスの女子が全員俺のこと好きだよ。すごい妄想だな。ちょっとちょっとちょっと、ねえ何して遊ぶ。あ、痛い、お前痛いよ。じゃあさ、おでんちでプレステやろうぜ。おい、それ2だろ。うち3だぞ。マジで3。よし、じゃあマイホームへレッツゴー。ちょっと待って。どうした？僕最近考えてることがあるんだよ。何？今コミュニケーションが取れない自閉的な子供たちが急増しているという現状を君たちはどう思う？そんなこと突然言われても。一概にそれが全てだとは言い切れないけど、少なからずテレビゲームが悪影響を及ぼしてるのは確かだよ。もう何なの？要するに外でエンジョイしろってこと？まあそういうことだね。え、じゃあさ、何して遊ぶ？はい、セイントセイヤごっこがいい。おお、いいね。じゃあ俺セイヤ。あ、じゃあ俺ヒョウガ。じゃあ俺パープルドラゴン。シリュウね。それいちいち英語にしないで。登るはアムロ。え、何それ？ガンダムのパイロット。セイントセイヤ関係ないじゃん。そうだよ、アンドロメダのシュンとかでいいじゃん。だってセイントセイヤ知らないもん。どうする？あ、じゃあいいよ、登るアムロな。よし、じゃあバトル開始だ。おい、手が立つ流星系。次、俺にはな、最強の盾があるんだ。じゃあ今度はこっちの番だ。まさか。先、ロザン小ドラゴン派。超流派でしょ。なんで中途半端に英語にしちゃうんだろう。よし、俺たちも行くぞ。ダイヤモンドダスト。あのさ、今ダイヤモンドダスト出したから。モビルスーツにそんなの聞かないよ。落ちろ。ってけー、ってけー、ってけー。危なかったね。この動き、シャーか。ヒョウガだ。え、何シャーって。ルーム戦役で5隻の戦艦を沈めた赤い彗星だよ。うるせえね、こんなこと聞いてんじゃねえんだよ。あったまきた。よし、こうなったら師匠神岡が教わったデッタイエイドの必殺技でやっつけてやる。まさか。オーロラ X 継承。待てよ。ダー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 。最大の必殺技だから。ガンダムは単独で大気圏を突破できるんだ。そんなの通用しない。もうやだ、つまんない。ちょっと、ユイチがかわいそうだよ。そうだよ、ガンダムはずるいぞ。しょうがないじゃん、それが現実なんだ。あ、じゃあさ、登るガンダムおいろよ。登るはアムロな。いいね、それね、ね。いいよ。よし、じゃあバトル開始だ。アムロなら俺の敵じゃないで、とう。ぶったね。親父にもぶたれたことないのに。これやだ、これやめよう、つまんない。何やってんだ、もう超うぜ。登れ。はっ、黒い三連星か。知らねえよ。なんか違うのにしようぜ。あ、じゃあ何する何する何する。あ、そうだ、なあ、俺さ、昨日親父と飲んでる時に聞いたんだけど。飲んでる？ファンタをね。ファンタ。お前ら、缶蹴りって知ってる？俺知ってるよ。知ってる？登るは？インターネットで調べたことあるよ。じゃあ大輝は？イメージ的に大丈夫。じゃあさ、缶蹴りやろうぜ。よし、行くぞ。レディーゴー。あ、これちょっと違うよね。あ、ちょっとみんな出てきて。なんだよ。どうしたの？あのさ、これ鬼がいると思うんだよね。え、缶蹴りなのに？缶蹴りだからじゃないと、俺たち隠れっぱなしだから。確かに。じゃあ鬼決めようぜ。大輝は出よう。やだよ。あ、じゃんけんしよう。多数決にしよう。大輝がいいと思う人は。はい。お前、やりたいんじゃん。ほんとバカだな。じゃあ大輝鬼ね。じゃあ、エイジ関係って。オッケー。よし、行くぞ。
スマートだぜ。危ない、惜しい。さあ、すげえ、こういうやつ。よーし、一時最終ゴール記者地教授、よし、エイジ唯一登る見っけ。見つけてないだろ。お前探してもいねえよな。ルール分かってる。俺鬼無理だ。お前ほんとただのバカね。じゃあさ、登る鬼やって。ついにこの時が来た。インターネットで調べた時から対処法を考えていたんだ。僕の力を見せてあげる。後悔すんなよ。大げさだね。先行ってくれ。行った。行って。お前何やってんだよ。受けてって言ったじゃん。噛んだよ、噛ん。よし、行くぞ。スマートだぜ。危ねえ。くそー。くそーってなんだよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。みんな隠れたな。この僕から逃れることはできないよ。よし。よし。ピッププププププ。こっちはバウアー。トニー、青空の小学生3人おってる。こちらの位置を送るから衛星で追跡してくれ。ナウ！数字だ！あまり時間をかけると飽きて帰ってしまう恐れがある。よし、いいぞ。もっとアップだ。もっとアップにしてくれ。見つけたぞ。客席の中に大輝、上手の小道具置き場の下にゆうち、楽屋のシャールームにエイジ、ポコペンだ。おい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 、今どうやって見つけたんだ。衛星回線を利用してみんなの位置を確認したんだよ。すげえ、バッチリ映ってるじゃん。本当だ、すげえ綺麗って。バカ、これ小学生のレベル超えすぎだから。お出顔にやるよ。じゃないといつまで経っても関係にならないから、うん、じゃあ決定。あれ、勘を決定。行くぞ、スマートだぜ。あー、